とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。呪いの斧で、高難易度、やってみてください。ということですね。コメントもらった、次の日ぐらいかな。呪いの斧、なかなかいいやつが出ました。これです。黄金が重力3。で、エンチャントで、虚無リフレッシュクリティカルです。結構攻撃的なやつではないでしょうか。では、これで、デイリークエスト、行ってみましょう。それでは、レッドストーン鉱山、行ってみましょうか。HP1。で、アイテムボーナスを持ってる。で、クリティカルを敵が持ってんのか。厳しいな。敵のクリティカル確か 100% だもんね。そうなると、ちょっと戦いにくいんだ。しゃあ、100% じゃないのか？あ、いや、もろにクリティカル食らってるぞ。行きましょう。あ、アイテムボーナス嬉しいね。うん、アイテムボーナス嬉しい。うん、かなり発動してくれるので、アイテムボーナスは嬉しい。ちょっと待って、霊気がうっといぞ。うん、あ。フルメタルがね結構固めなのよね。これがあればまあ大丈夫でしょう。まあ理想にはねもう一つ足りないやつだったんだけどね。フルメタル理想欲しいところです。あぶね、敵多いな。ちょっと待って、キャプテンどこ。あ、いたちょっと待って。よし、オッケー、余裕。パワーポーションがね、常に入る状態になるんで、そうなると、まあ、そこそこ倒していきやすくなる。うん。無謀のね、フルメタルを探してるんだけども、無謀だったら多分、もう余裕で、ここら辺ワンパンで倒していけるんじゃない？多分ね。うん。ああ！無謀で 80% 上がって、パワーポーションで 100% さらに上がるからね。うん、そうなると、かなり余裕になってくると思う！よっしゃあ！やば！だよね？ちょっと待って。ラグっちゃダメだって。やば！よし。ここは何？脅威か。うん、さっきの何だの？あ、モブダメージ 30% 増加か。おい、クリティカルが入ってさらにそれ？やばい。やば、相当食らう。よし、かなり食らうね。 40% アップのクリティカルはなかなかのダメージだよ。よし、やば、アップねー。よし、まあ、敵の HP がそこまでねまだ高くないんで、それはまあ救いではありますね。これで敵 HP がなんか100%何%上がったらとかなるとちょっと地獄みたいになるけど、今のところはまだいけるわ。うん、まだいける感じ。よし、キャプテン全部出てきてくれればね嬉しいけどね。あぶねえ、めちゃくちゃ減る。死ぬほど減ったな。すげえ攻撃力じゃん。よし、はい、ちょっと待て。おい、やけどが死ぬほど痛い。やけど死ぬほど痛い。いけるね。なんか出た。ああ、パワーポーションを常に取っていきましょう。下はないね。はい、ホースマンも余裕。ちょっと待って、そこでかい。そこはきつい。おい、パワーポーションじゃなかった。ポーションバリア使ってそのダメージかよ。わ、待って、これ無理。ここはちょっと、ポーションバリアいかないと、絶対無理だわ。よし。痛すぎる。よし。オッケー。一回死んじゃダメ、二回死んだら終わりっていうのはね、なかなか辛いんだけども、まあいけるでしょう、この感じなら。まあ変更点次第だね。
あと1個変更点出るんで、これが、おいー、止まるな、止まらないでくれ、止まらないでちょうだい。止まられると本当にやりにくい。よし、オッケー、行くぞ、行きます。とにかくポーションバリアをね持続していきたいので、敵をどんどん倒せ。そのためにはパワーポーションとかが結構重要になってくる。いるかな、この先にいるかもしれないね、キャプテンは。もしかすると、おい、ちょっと待って、ひどい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 よ。よっしゃ、ちょっと待って、ここか。やばい、ポーションバリアが切れてるな。で、クリティカルヒット持ってるやつがいる。ちょっとここで稼ぎましょう。スポナーがいる、もしや近くに。おいって、くしけ、この感じの帯電はね死ぬほど痛いもんね、絶対絶対食らいたくない。おい、いっぱい出てきた。よっしゃ、いっぱい出てこなくていいって。よし、ちょっと待って、パワーポーションとかすね。あそこにいっぱい嫌がるな。よし、よし、おい、よし、オッケー。ちょっと地図見させて。あー、ないね。キャプテンはこの先かな。多分もうちょっとキャプテン欲しい、もうちょっと欲しいところです。お願いよ、出してくれ。うわ、ボス部屋があった、ボス部屋あったよ。どう、キャプテンいるか。いや、いないわ、いないか。 OK、 まあ行きましょう。こいつのボスはね、もう余裕だから、うん、余裕すぎ。はーい、ではクリアしちゃいましょう。そう大したことなかったかな、このクエストがね。はい、ということで、今日はコメントありがとうございました。呪いの斧、使ってみました。やっぱりね、理想的なエンチャがつくと、うん、強い。もともとね、結構使える武器なので、さらに強くなった感じです。ただ、弱点はね、リーチの短さかな。うん、360度全体をね、攻撃できるっていうのはいいんだけども、縦のリーチが短いのよ。うん、なので、槍を使うやつとかがものすごい弱点になるので、まあ、それが痛いクエストだったら、結構戦いやすいんではないでしょうかね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。